中本地図は、日本出身、ウガンダ在住の社会起業家。リッキーエブリデイ、共同創業者兼代表取締役 CEOO、レベッカーケロ社マネージングディレクター。日本政策投資銀行女性企業事業奨励賞、日本イノベーター対象特別賞等を受賞。終始、静岡県静岡市葵区出身。静岡双葉中学校、高等学校を経て、 早稲田大学法学部卒業後、2009年、一橋大学大学院法学研究科修士、家庭修了、修士。大学院では平和構築や、アフリカの紛争問題を研究し、テーブルフォーツーインターナショナル研修生や沖縄平和、協力センターインターンも務めた。大学院修了後、三菱東京 UFJ 銀行に、入校し、丸の内支社法人営業部で、 中小企業などを担当した。2011年退社し、佐々川アフリカ協会に入り、2014年から、ウガンダ事務所駐在として、農業支援に当たった。2015年、ウガンダの首都カンパラで、シングルマザーなどの女性が働ける、バッグ工房を立ち上げ、母、中本忠枝と静岡市青い国リッキーエブリデイを、設立。アフリカ布を使った、トラベルバッグブランドを、 日本で展開し成功させた。2016年ウガンダでレベッカー・ケロリミテッドを設立し、同社マネージングディレクター就任。2016年第1回日本、アフリカ企業支援イニシアチブ最優秀賞受賞。2017年日本イノベーター大賞2017、特別賞及び、第6回、DBJ 女性新ビジネスプランコンペティション、女性企業事業奨励賞。 第5回グローバル対象国際アントレプレナー賞、最優秀賞受賞、2018年度、シバスベンチャー日本代表、ありがとうございます。